皆さんこんにちは、佐々木ひろのです。今日は2021年12月一泊彗星のお話をします。このチャンネルは家族のための九星気学をわかりやすくお話ししています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では12月の一泊彗星ですね。まず一泊彗星は12月の星3つになります。先月の冬の時代を乗り越えて暖かい春の兆しという12月ですね。そしてそんな中、全体運としては困難の末の成功というふうに出ています。今まで冬の時期で硬い寒い土の中に入っていた種が暖かい春の陽気を受けて硬い殻を割って硬い地表を割って出てくる、そういったイメージですね。困難なものを破って、そして芽が出て春に近づいてくる、成功していくという感じですね。これはそのまま一泊彗星の方の生き方を象徴しているような感じ。一泊の方はとても苦労に強いんですね。苦労を苦労と思ってないっていうところがありまして、物事を成し遂げるには必ず困難がつきもので、それを乗り越えるもんなんでしょっていう感覚があると思うんですね。でもね、星によってはね、楽々スイスイやっちゃってるっていう人もいて、一泊から見るとね、信じられないの、一泊から見ると不思議な感じかもしれませんね。そういった、困難の末の成功というのが今月はあります。そして今月のストロングポイント、今月は気持ちが明るく元気、希望の光が差すという運勢ですね。全体運の流れから言うと、普段ね、しっとりした雰囲気の一泊さんなんですが、今月はなんか元気でハキハキしている。そして早起きもできます。割とね、夜中一人で過ごすのが好きな一泊さんで、夜更かしの方も多いかもしれませんが、今月は早起きは三文の徳というストロングポイントもありますので、ぜひ早起きやってみてください。きっと何かいいことがあると思います。なのでストロングポイントとしては、明るく元気に過ごす、そして早起きをするっていうところです。そしてウィークポイントとしては、3匹木星の上に乗っていて、その3匹に破壊がかかっている関係から、明るく元気に過ごせるんですけど、諦めたくなっちゃうっていう気もあります。なんかめんどくさい、やめたい、やりたくないみたいな、もうやめたみたいな粘り強さがないんですね。なんかこう邪魔が入るんですよね。いろんな邪魔が入ってやめたくなっちゃう、何もかも嫌って思っちゃうっていうところもあると思います。そこを早起きをしておくと乗り越えられるということになりますので、今月ね、せっかくあの春の兆しで成功というのが出ていますので、明るく元気に早起きしながら、やってほしいので、諦めないように注意してください。そして一泊彗星の人の特徴ということですが、今月は秘密というのを取り上げてみました。一泊彗星は秘密というのを持っているんですね。どうですかね、秘密得意じゃないですか。一泊の方、一泊の方はね、とても口が固くて、秘密を打ち明けても誰にも言わないっていうことが約束できる方ですね。そして、とても頭がいいし、人間関係コミュニケーションが上手なので、ちょっとつっつかれてもね、その秘密をばらしてほしいっていう人がちょっとつっついてきても、うまくかわして、顔に出さずにうまくかわして、そんなの知りませんっていう風にできるんですね。
ですので何か秘密を打ち明けたいとか何か相談したいっていう場合は一泊彗星の人がすごく向いているし、そういった意味でカウンセラーとかね、人の、守秘義務っていうんですかね、守秘義務守るような仕事ですね、そういうのすごく向いているっていうことになります。また秘密の恋っていう意味もあって、一泊彗星で強方位を取ると秘密の恋で社会的地位を失うとか、そういう強作用が出るというのもあります。そういった一泊彗星の秘密のお話でした。続いてラッキーアイテムです。一泊の今月のラッキーアイテム、まずおすすめパワーストーンはアマゾナイトですね。トルコブルーのね、爽やかな石で見るからに元気が出る石なんですが、今月のね、明るくなる、元気が出る、希望の光が差すというストロングポイントを強めてくれますので、アマゾナイトぜひ購入してみてください。そしてラッキーフードはちらし寿司ですね。酢飯とたくさん具があるというところがポイントになります。それからラッキープレイスは音のある場所ですね。いろんな音、どんな音でもいいんですけども、コンサート会場とかね、カラオケボックスとか、人によってはパチンコ屋さんなんかも好きかもしれませんね。もしくは水の音っていうのもいいので、川のせせらぎが聞こえるとか、滝の音ですね、そういう滝があるところとかに行って滝の音を感じるというのもいいと思います。お出かけできない方は、CD とかね、スマホから流れる音楽とかでもいいですので、音というのを意識する一月おすすめです。そして今月のキチカフェお得デーの紹介です。キチカフェお得デーというのは、非番吉報に行くと他の日よりお得に、キチが取れる日ということになります。12月は3日間あります。11日の土曜日、20日の月曜日、29日の水曜日ですね。この3日間にキチカフェをすると、他の日よりもお得、キチがたくさんたまるということになりますので、ぜひさっきのラッキープレイスですね、音の出る場所に吉報位でお出かけになるといいと思います。一泊彗星が行ける方位は今月は西になりますね。西の六白金星の方位に行けますので、ぜひ西の音の出る場所にお出かけください。ただ注意がありまして、この西の方位は月明六白、月明時刻の方は行けませんので、それ以外の方のみということになります。はい、いかがだったでしょうか。この12月の運勢でちょっとわからなかった、質問があるという方は、私のライブ用サブチャンネル、おしゃべり九星気学に遊びに来てください。12月2日の放送で12月の運勢をテーマにします。おしゃべり九星気学のご案内はこの動画の説明欄にございます。また放送する時のご案内はヒロの公式 LINE でお知らせしています。次回は12月2日の木曜日になりますが、よければ公式 LINE にご登録になって案内を受け取ってください。はい、では最後に今月の駅カードをやります。この駅カードは今月のあなたへのメッセージ、あなたのハイヤーセルフからのメッセージとなります。では今お見せするカードでピンとくるものを1枚選んでください。はい、1番2番3番です。選びましたか？エンディングで裏をお見せしますので、最後まで楽しみにご覧ください。私は毎日非番吉報、通称キチカフェという開運方法を行っています。
毎日自分に合った木っぽいに出かけていって、コンビニやカフェでお茶を飲むというお手軽な開運方法です。簡単にできるのに効果がとても高いということで、動画をご覧になっている方全員におすすめです。ライブ動画にね、参加してくださってる方もみんなキチカフェしてくれる方、みんなキチカフェしてきてくれてとても嬉しく思っています。キチカフェオンラインサロンに入るとしっかりできるようになります。ぜひご入会ください。1ヶ月無料試しができます。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録であなたも幸運体質に。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。